準備 now。 モスバーガーから出たマゼルシェイクださいお俺にしてくれ。え、何これ下。何これ、なんか2層になってる、わかりますかねこれ。さっきモスバーガーの人に飲み方聞いてきたんで、ちょっとそれをドライブスルーします。獺祭を飲もうと思うんですけど、獺祭あるのかな。あと獺祭のシェイクってありますか。混ぜるし、はい、それ2つで、はい、M2つ。俺モスでドライブスルーのスルーするの初めてだな。うちも初めて、ね、なんかよくさ行くのさ街中の常善寺通り。そう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 、今日は泉の泉中央から奥今あったところにある。いいとこだね。そうっすね。あ、獺祭って書いてるじゃん。うん、あ、福袋はリラックマですよ。かわいい。12月30日まで。26日土曜日から予約開始、うん。あ、30日にそして発売されんの、販売されんだ。最初がお食事券割引が3000円分と、すごい。ブランケットと、エコバッグ、付箋メモ、マスクケースって書いてある。ってことは3000円の食事券がついてんの？じゃあ3000円で福袋買ったら3000円のお食事券、それでおまけついてるってことだよね。そうだね、すごいね。めっちゃお得じゃんね。お得だね。すいません、獺祭のシェイクの飲み方ってどうやって飲めばいいんですか。よく混ぜてお召し上がりいただくことになっております。はい。はい。おー、すごい。はい。ありがとうございます。どうも。こういう感じできました。優しい店員さんだ。そうだね。かわいくて。はい。ドライブスルーしました。準備 now!よく混ぜろって言ってたね、これなんかさ、うん、入ってるって言ってたもん ね、なんか甘酒なんとか、うん、ああもうね香ってる、うん、あーすごい、あ、日本酒の獺祭の匂いするね。そうだ、日本酒の匂い、そう、ちずもさん獺祭飲んだことありますね。ありますね、めっちゃね、唯一、うん、はい、日本酒美味しいなと思ったお酒ですね、うん、混ぜていこう、混ぜていく、めちゃくちゃ濃厚これ。うわ、すっごい、え、すごいんだけど、これなんだ、ゆっくり混ぜて、ほら、ほらほら、うわ、うま、で、これ下のこのさ、沈殿してるとこと混ぜるってこと、うん、混ぜるってこと、ちゃんとしっかり混ぜてください。なんだこのクリーミーな感じは、めっちゃ生クリームみたい。ほんとだね。やば、うまそう。うまそう。あ、混ぜると香り変わるね。甘くなるね。甘い香りがしてきます。うわぁ、このさ、麹？何て言うんだっけ？うん、麹だ。え、これちょっと、ちょっとこのまま飲んでみたい。飲んでみますか。でもさ、この下とどうやってかき混ぜるんだろう。なかなか混ざらないっすよ。結構混ざったうち。ほんと？うんうん、ちょっと飲んでみます。飲んでみます。いただきまーす。準備 now! うん、うん、うん、おおお、あ、なんか喉グルグルしてん、おお、あ、うおお、これね、なんか上品な甘酒だね。ほんとほんと、これ、あ、上はねバニラシェイク、でこの下のここのとこが獺祭の味するわ。うまー、うん、なんだこの甘酒は。あ、さ、獺祭さ、うん、俺たちもちょっと知り合いのとこで飲ませてもらったりしたんですけど、これまさにあの味じゃない、うんうんうん、ね、それがさらに甘くなった。やっぱ甘酒だから甘いじゃん。甘酒なの、これ。甘酒だよ。あ、そうなんだ、うん、獺祭の甘酒だ。どんな感じなんですかこれ、うんうん、獺祭の甘酒のその麹を楽しめるソースらしくて、さっきのこれ下のがね、うん、でモスシェイクバニラと合わせて大人のバニラシェイクにしたんだって、うん、へえ、すげえ、まあ、香りがすごいね、うん、でさ、甘いって言っても、うん、全然嫌な甘さじゃないよ。なんか、うん、甘酒と違った甘さだよね。そうだね、こう香りがすごい、うん、いい香りで、私さ甘酒苦手じゃん、うん、これ飲める。うんうんうん、多分そのモスバニラ、ああ準備 now。せっかくだから、なんかご飯一緒に食いたいですけど、うん、ありますよ。あるの？あります。
でか、重っ重い。なんだこれ。もうこの瞬間からとびきり赤いワインビネガーな感じがする。これはですね、はい、とびきり赤ワイン&ビネガーですね。おお。これのダブルを買いました。国産のいぶし豚ロースチーズと北海道のゴーダチーズを使ったみたいで、ハンバーグを2枚に倍増したボリュームのある商品らしいです。しかもビネガーって書いてるのが、うん、4種類のビネガー使ってるんですって。おお。バルサミコ酢、黒酢、白ワインビネガー、はい、ラズベリー酢、ハリウッドセレブのお友達にもおすすめ、昔ながらのジュワポヨ、一生懸命な味、滑らかでミルキーな味わいのモスオリジナルの国産チーズ、ブシワーナベーコン、ブシャサグラチップで燻製した国産ロースのベーコン、赤ワインビネガーソース、バルサミソコ酢、コクロース、白ワインビギナーラブズベリースです。これ今のさ、何と思ってます？わからない。いや何を多分伝わってないと思うんですけど。キング社長が考えたあのカンペです。それさっきさ、うん、このモスバーガーのこのハンバーガーの CM にチョコレートプラネッツのお二人がやってた、うん、コントを拾っただけなんだけど。チョコプラさんの、ね。うわぁ、うわぁ、いい匂いだ。こういうお食事とも合いそうじゃない、さっきの獺祭は。ねえ。これですよ、これ。だ、うん、からこのワインビネガー系の酸っぱいさ、ソースとさ、甘いの、ね、ちょっとね、合うんじゃないかと思って。一回ちょっといただきましょうか。モスバーガー美味しいよな。もう大好き。ちょっとすごい。いやダブル食べれるの幸せ。もう見せられないけど、これでいい。あーダブルがですね、はい、741円です。あ、なるほど。はい、いただきますか。でかっ。あ、やばい、アホだ、やばい。いや、でかっ。うーん。うめえ。なんだこれは。うん。うん。あ、うまっ。うん、うん、うめえ、ワインビネガーソースきた。きた？うん。まださ、たどり着けてない。うん。ジュワポヨのジューシーなベーコンもきた。うまっ！ねえ。ああ、すっげえ、もうなんかね、うん、ステーキ食べてるみたいな、なんかね、パンに挟んだステーキだ。チーズも。肉がすごい、なんかラズベリーの味がするね、やっぱ。うんうんうん。うん、ああ、ここで獺祭。準備だ。ああ、ここで獺祭。これはうわ。やばくね、これ。マジうまい。なんかさ、ちょっとさ、想像してたのとさ、うん、違う、大人のバーガーだね。なんか大人のシェイクと大人のバーガーだ。うーん。ねえ、これさ、本当に本当にさ、これ、うん、このさ、こ の, この取り合わせ最高じゃね。無限に食える。これも無限に食えるよ。だこの酸味と甘みが合う。うん、そう。だから食べていって、このボリューミーなのが獺祭のシェイクで、口の中リセットされるんだよね。だから無限に食える気がする。うん、うん、うわ、これ考えたとすごい、うん、すごいです、すごいすごいよ。あ、ラズベリーの香りすごいんだけど、うん、これ。そう。だからさ、獺祭とかも、うん、高級会社のさ、ファーストコースとかで出てくるような感じのお酒だったらするじゃん。うん。で、この、洋風なのにも合うんだよ。こう、食事にシェイクってちょっとどうなのって思うじゃない？これ、良すぎ。うーん。ちょっと、笑い止まんないでよ。ステーキだね、うん、持って食べるステーキ、うん、シェイクうまい。これはうまいわ。うまっ。これやば、本気で無限に食えるよ。もう一個食いたい。うん、獺祭シェイクうまっ。さっきチズモンさん言ってたじゃないですか、うん、サザビーズかなんかでさ、80何万オークションでね、うんうんうん、11月10日に開催されたサザビーズ香港、62,500香港ドル、うん、約84万、うん、落札されたみたいですね。獺祭の日本酒が、うん、あ、これこの
ダッサイ。ダッサイの、うん。お酒自体をってことか。うん。うん、日本酒がね。6本をサザビーオークションにすっぴ。すっぴ？ヒュッピー。あこれ毎日飲みたいこのダッサイ。これ本当に本当に。毎日飲みたい。これちょっと本気で。これ、ね、家にさ直接こう蛇口ひねったらこれ出てきてほしいくらいうまい。本当。サーバーが欲しい。うんうん、はい、今回はですね、モスバーガーから2020年12月26日に発売されました、ダッサイとモスバーガーのラニアシェイクのコラボ商品と、飛び切り赤ワイン&ビネガーです。を紹介させていただきました。興味ある方はぜひ店舗の方に来て食べてみてはいかがでしょうか、はい、テイクアウトとかドライブスルーができる店舗もあると思うので、はい、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、はい、ダッサイシェイクうまそうだなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いに。私も飲んだみたいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いにゃ。最後まで動画見てくださいました。ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。キリセットでした。チュー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 、ダッサイダッサイだったぜー、だったのに。 Chug it out.